第六章人事評価のあり方を論語から学んでみましょう。良き政治、仕事をするための人事とは。異性編の言葉から考えてみたいと思います。愛好を問うて曰く。何をなせばすま、何をなせばすなわち民伏せん。んこうし答えて曰く。すぐ気を上げて。これを曲がるに置けば、すなわち民伏す。曲がるを上げて、これを。 すぐ気に置けばすなわち民服せずどういうことかと言いますとロの愛公という君主がですねどうしたら人民は私に従ってくれるんだろうかということで孔子に対して質問しました孔子はこう答えました正しい役人を悪い役人出来の悪い役人の上に任命すれば人民は服従します逆に良くない行いをする 役人を正しい役人の上位に任命すれば服従しませんとこう答えたわけですこれを現代的に解釈しますとこうなると思います組織を動かそうと思った時にですねやはり人事というものが大事になってきます人徳がある人を幹部職に引き立ててあげればそうするとあ,あ,あの人が上の方に引き立てられているするとこの組織はいい組織だということでメンバーは リーダーダにだんだんんと従っていきます逆に自分との相性とかですね上辺の上だけ従順だゴマ吸ってる人あるいは理論理屈だけあるいは自分の才能スキルだけをひけらかすような人を優秀だと思って上の方に上げていくとですねリーダーはどういうことを考えているのかということをメンバーたちはちゃんと分かっているわけです。そここが浅い,っていうことですね なんであいつがということになってしまって真の協力を得ることができませんつまり組織として成果を上げられない発展ができないどんな人物にも長所と短所というものはありますみんながみんな聖人君子というわけではありませんでも行いを正しくして人の意見を聞いている人をやはり幹部職として登用していくスキルよりも人物評価ということを幹部人事では特に大切にすることが 大事だこれは孔子の時代と現代でも変わらないものではないでしょうか。